寝不足みたいね。どうせ夜遅くまでゲームしてたんでしょう。いや、まあ、まだ6時前なのに先生はシャキッとしてますね。大学時代はレスリング部で毎日朝練だったからね。お、来たようだぞ。お、おはよう。おはようございます。おっと、これは気にしないで眠いだけよ。おみんな揃ったわね。それではこれより現代通信電子遊戯部の夏合宿を開始する。今回の合宿の目的はネトゲプレイのための体力作り。よって合宿中はネットへの接続を禁止する。名付けてネットにつないではいけない合宿24時だ。中はネット禁止？うむ。ネットから切り離してゲームで結婚してるのとリアルは別って分からせようってこと？いや、そうではない。アコがネトゲにのめり込むのはうまくいかない現実に疲れたから。そうだな、ルシア。ああ。それは裏を返せばうまくいく現実に憧れがあるということだ。それはそうかもしんないけど。ならば我々と共に青春を謳歌する高校生として立派なリア充の夏を過ごし、その中でパーフェクトに雰囲気のいい告白をすればきっとうまくいくはず。え、けどパーフェクトに雰囲気のいい告白ってどんなのだよ。海に沈む夕日を見ながらか、それとも満天の星空を見ながらか。合宿先には全てができる環境がある。あとはルシアン次第だ。俺次第。普通の高校生みたいに普通に告白して普通に OK をもらえればいいだけなんだ。
さん、この別荘おいくら？ねえどれくらい？ねえ、あの生徒の別荘の値段問い詰めていくのやめません？うん、そうだにゃ、その通りだにゃ。ホテルみたいですね。で、荷物入れてどうすんの？掃除？布団干し？今日来ることは伝えてある。そのあたりは管理人が済ませている。楽ちんだな。ねえ、部活の合宿ってそういうんじゃなくない？掃除とか寝床の用意とか、本来あなたたちがやるべきことじゃないの？それでこそ正しい合宿じゃないの？ねえ、プライベートビーチってマジかよ。よっしゃー。お待たせしました。あの、あんまり見られるとですね。あ、悪い。他のみんなは？まだ隠るみたいなので、私だけ先来ちゃいました。ルシア一人じゃ寂しいかなって。そうなんだ。何もそんなに照れなくたって。水着を選んでた時はノリノリだったんですけど、でもこうして本番を迎えるとなんか急に恥ずかしくなっちゃって。大丈夫だって。え、すげえ可愛い。自信持っていい。ありがとうございます。先に来てた。三人同時に水着で現れ、ルシアに鼻血を吹かせ、トイレに駆け込ませる作戦か。いや、吹かないし駆け込まないし。ところでアコ、あんた日焼け止め塗った？え？その不健康な真っ白い肌で一日外にいたら一週間は痛いままよ。動くだけで辛い日焼けダメージよ。おとなしくしてなさい。にしてもどこ触ってもプニプニね、あんた。見たところルシアも何も塗っていないようだな。え、いや、俺は別に。遠慮するな、私が塗ってやろう。いや、私も手伝って死んぜよ。私も塗りたいです。待て、うわ、あ、いや、そこダメなの。怪我された。俺怪我されたよ。大げさだなルシアン。むしろ感謝してほしいわね。準備は済んだみたいね。おじゃあみんな行くわよ。泳いだ。潜った潜った。漂いましたね。漂ったな。なんかやりきった顔してるけどまだ昼よ。ん？そもそもあなたたちどうして一緒に遊ばないの？え？それはですね、例えばですよ、
ネトゲで新しいマップが実装されたとします。うん、そしたらみんなで新マップに行きますけど、入ったらとりあえず別れます。どうして？新マップで大事なのはソロ狩りの経験値はどうか、レアは出るのかどうか、死亡率はどんなものか、だからです。はあ、それで一通りやったら合流して、最後に4人での効率を確かめます。一人でやりたいことをやって終わったら合流、これがパターンです。それが今時の普通なのかしら。わかりませんけど、俺たちにとっては普通です。うんうんなんてこと言ってたらネトゲやりたくなってきたな。合宿中はネット禁止だぞ。いやそうだけど、ユミは遊びきったような。コテージで寝たいです。あなたたちね、これは合宿なのよ、海なのよ。青春の汗をきらめかせてみんなで遊ばないでどうするの。青春の汗って、そういうの苦手です。苦手だからって諦めてたら何も進まないにゃ。やってみるのにゃ、やればできるのにゃ、なんでベストを尽くさないのにゃ。けどネトゲの良さはちょっとやって合わなきゃさっさと別のキャラ。リアルとゲームは違うのにゃ。いいからやる、やりなさい、顧問としての命令にゃ。マスター左、右です。そして上、上、下、下だ。そこから B、A よ。って、そりゃ無敵コマンドだろう。おお。よし、できた。うん。はあ、たまには青春の汗も悪くなかったな。あ、そっか、俺この合宿で青春してアコに。ん？レシア、一緒に入ってもいいですよね。見られた。BBQ をするぞ。バーベキューね。BBQ をするぞ。おお、押し切った。どうしてその食材下ごしらえしないんですか。なんだそれは。わかりました、なんとかします。私もやってみたい。時間がないので。アコにあしらわれた。トマシに邪魔って言われた。おいしそうね。はあ、食った食った。おいしかったですね。しかしアコ以外料理スキルが全滅とは。アコがいてくれて助かったよ。俺様のバーンエッジを食らえ。体験のスキル起動か。振り回してますね。って、危ないだろあれ。クオーラおお、回る回る。指導完了。そろそろいい頃合いだな。
きまして。アコ、あの、ありがとうございます。何の礼だよ。だってルシアンがいなかったら絶対こんなところにいられなかった。俺もアコがいなかったらこんなところにはいないしな。じゃあ私たち一緒にいてよかったですね。そうだな。アコ、俺アコのこと好きだ。私もルシアンのこと大好きです。私たちやっぱりいい夫婦ですね。というわけでダメでした。ネットを立ってリア充の夏を演出すればいけると思ったのだが。もうリアルでも完璧夫婦のつもりなんでしょうね。っていうかさ、ここまで来てやっと気づいたけど、夫婦って恋人のワンランク上なんだよ。俺が何やったってアコ的には動揺がないんだよ。今回のクエストは失敗のようだな。ほらみんな、もう消灯時間よ。早く寝なさい。さあ出発するぞ。マスター、出発ってまたどこか行くのか。いいところだ。ホテルフローレス、ここから現代通信電子遊戯部真の合宿が始まる。これって、このホテルは今レジェンダリーエイジとコラボしていてな。ホテルとコラボ、ついに最終集金体制かしらね。あー、ポーリンキングがいます。ふわふわですよ。セガワ、お前は行かなくていいのか。行くわけないでしょ。チェックインしてきたわよ。はい、キリ。これはイベント参加用トークンだ。かわいいです。我々は丸一日ネット立ちしたことによって過去例を見ないほどネトゲ力が高まっている。このトークンパスを使ってあそこからログインすれば待望のイベントスタートだ。なるほど、そのためのトークンパスか。あとはいつもみたいに自分の ID とパスでログインすればいいのか。ん？こら覗くな、マナー違反だぞ。いいじゃないですか、夫のパスは妻のパスですよ。そんな常識はない。あれ、どうした。いや、パスが通らなかったみたいで。打ち間違いでしょ。アコが余計なことするから。お、今度は通った。へえ、リアルのホテルと同じ作りになってんだ。イベント参加者しか入れないマップってわけね。レジェンダリーエイジ限定コラボイベントへようこそ。参加者の皆様には様々な特典をご用意いたしております。まずはホテルフローレス1階レストランへどうぞ。ああ、メニューの横にアイテム名が書いてありますよ。これ頼んだらそのアイテムがゲーム内でもらえるってことだな。あざとい、あざといけど、俺は体力上昇アイテムが欲しい。会見時もらったカードのパスをゲームの中で入力すればアイテムが受け取れるってわけか。ん？裏になんか書いてある。ん？1階土産物コーナーでも同様の特典をご用意いたしておりますか。
お前、なんで生姜クッキーばっかそんなに買い込んでんだよ。しょうがないでしょ、欲しいアイテムあったんだから。生徒にやらせるには大人の世界が垣間見えすぎるイベントよね。荷物も増えたことだし、一旦解散して各自部屋で休憩するか。そういや、チェックインしただけでまだ自分の部屋行ってなかったな。今回のコラボ対象になっている部屋はパソコンとインターネット環境が用意されている。え、それじゃあもらったアイテムは。そういうことだ。シュート、マスターは？二人とももらったアイテム試しに先行くって。そっか、じゃあ俺たちも。それもいいですけど、よかったら私の部屋に来ませんか？そうだよな、部屋って LA の中の部屋だよな。ルシアン、私たち今ホテルで二人きりなんですよね。私こういうのずっと待ってました。ルシアン、なんだっけ。私たち今二人きりじゃないですか。だから今こそ夫婦の語らいを。夫婦ねえ。お前みたいなのはステータスだ、希少価値だよ。あんたぶっ飛ばすわよ。